フィンデーソンリスは、ネズミモクリスカハエガシラリス族に属する、哺乳類。カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムなどの東南アジアに分布する。東道長が約20センチメートル、お長が約20センチメートル、体重が250から350グラムになる。毛色は、変異に富み、ベージュ、黒、白、茶、グレーが存在する。 ベリアブルスクイレルとも言われ17種の毛色の違うものが確認されている。なぜ亜種に変色種が出てくるかは解明されていない。頬袋はなく、あり食い目のような長い舌をしている。これは蜜やココナッツに穴を開けて汁を吸うために使う。特徴として性格は好奇心がある反面警戒心が異常に強い。クールな性格の個体が多い。 人によってくる個体もあるが臆病なので体を触らせることはない。稀に手乗りになっている個体もあるようだ。寿命は野生で7年、飼育下では12年ほどになる。野鳥などと比べて飼育下においてリスは長生きをする。栄養ある食べ物を常時摂取でき、危険がないからであろう。飼育下では栄養バランスがいいせいか、美しい毛並みになる個体が多い。日本では、 ペットとしてわずかに飼われていたことがあったが、月種類の輸入が規制されたことにより、新しく飼うことは難しくなっている。また、日本での業者による繁殖販売も行われていないため、繁殖に成功した個人から譲り受けることになる。飼う場合は、縦長の大きなケージと木箱の巣が必要である。スペースがないと、ケージの中で後方展開をして運動するようになる。 餌などを食べるための行動はほとんど朝と夕方に、限られ昼間は、休んでいる。夜行性ではない。適応度は30度前後、10度以下では生存できない。埼玉県子供動物自然公園で飼育されている。また、シンガポールの街中に現れていたり、南イタリアで、ペットが逃げて外来種として、現地で野生化したものがある。タイのアユタや日本人町の跡地にできた公園に餌付け、 された野生を朝や夕方に観察できる。なお、日本では2013年に外来生物法により特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。